硬いね。あ、使えない使えない、もうその前も使えない。ブロックだよね。なんで止まった。あ、びっくりした。ありがとうございます。ありがとうございます。いただきます。皆さん。ありがとうございます。ありがとうございます。おっしゃってますからなと。みんな頑張れー。強くなりたい。こっち向け。俺の元契約選手宮島、こっち向け。いや、いいお尻だ。背番号11フォワード宮島優月。背番号15フォワード小手川慎吾。そしてリザーブは背番号17こっちだ、ここだぞ。いただきます。さあ、ご来場の皆様、まもなく宮島、もう一回宮島、ダメか、諦めた宮島。あ、探します、また探します。宮島、こっちだ、宮島。あ、別の人に。あ、ダメ。激ヤバかもしれない。何が映った。でいいっすよ。あ、どうも、佐々木さん。あ、お疲れ様です。どうだった福井の試合。これが良かったです。これから頑張ります。入金の前に青い矢印ボタンで赤枠を移動させて写真を選び、緑のボタンで。うわ、早いか。なんか福井といえば東尋坊有名だと思うんですけど。ちょっと全然福井ユナイテッド関係ないですね、それ。福井になっちゃった。じゃあね、はい、どうだった福井。なんか3000人あれだったじゃん、呼ぶみたいな。呼ぶっつって。で、雨だったけどさ、めちゃくちゃ人数入ってたじゃん。すごかったっす。シンプルに、なんていうの、俺はめちゃくちゃいいなと思ったっけ。どうだった雰囲気とか。いや、日本でやる中で今までで一番観客自分がやってる中でいて、うん、いや、ちょっともう緊張とかちょっとワクワクあった。でも盛り上がったでしょ。おー、カレーの話っすな。ちょいやでも気持ち高ぶって高ぶった。よかった。なんかよかった。でも福井ナイトのもうザ・サポーターみたいな、ただの応援じゃなくて、コアサポね、ちゃんとサポーターいたから、あ、これ、うん、いいアウェー感わかる。そう、まだ、まあ、もちろん、ま、何万人とかはやりたいけど、うん、2000でもすごい、こんなにすごいね。熱狂あったね。熱狂あったからすごい楽しかった。俺、あのさ、なんか青アフロかぶってるさ、応援リーダーみたいな人、ああ
めちゃくちゃ好きなんよ、本当に。あの変な意味じゃないよ、結婚したいとかっていう意味で好きで。あ、もう変に変っす。でサッカー聞きたいんだけど、どうだった？まあ 1-2 で負けたわけじゃん。けどこれも本当ちょいあれで、ちょい厳しめで言うとさ、じゃあまあなんか戦力差とかはあると思うけど、あやつが外したでしょ。あと普通になんか北川晃平、あの10番のさ、あ、10番めちゃくちゃ上手かったじゃん。上手かった、上手かった。多分元自衛官の俺と同い年かな、でジュビロユースかなんかで。どんな感じだった、やってて。やってて、うん、まあどこまで言うかだけど、やってて、うん、でね、まあ、サッカー、まあ、うん、あの確かにサッカーのもう やってることが違うから、うん、まあ前半特にもうほぼほぼもう自分のイメージは守備してて、うんうん、まあ、相手がずっとボール持って1点取られないでワンチャン1点取れればなみたいな感じで、みんなも正直そう思ってたから。なるほどね。まあ、それで早めに取られちゃったから、まあ、もう1点いかれて0-2、もう負けるパターンのもう一番。なるほどね。もうあ、これは負ける、まあ、技術、基礎技術がみんな相手高かったですね。まあでもそこから1点取ったでもあれだね、でかい。後半はもう守備の仕方を自分のサイズがちょっとだけ変えた後はもう蹴り込み、なるほどね、蹴り込み、なだれ込みサッカーって言って、うん、なだれ込んで、あの1点目は、うん、まあ、なだれ込みです。なだれ込んだね、全員なだれ込んでたもんね。もう個人個人が、俺右サイドハーフだけど、もう左のあそこまでなだれ込みして、まあ、うん、結果的に点取れてるから。でもあれってさ、まあ、戦略的にはちょっとむずいけどさ、俺もビートアップの時さ左サイドだったらね、うん、けどマジで俺右サイドとかにずっといたからさ、あれすると結構相手嫌だからね。あ、やっぱ人が増え、そうそうそう、でラインとかもよく分かんなくなるしさ、だからめっちゃ良かったと思う。あれはまあいいサッカーとかは、楽しいサッカーはわからないけど、とりあえずもうチームみんなでもうなだれ込んでいくぞっていうので、うん、まあ、一番でかいフォワードの選手に当てて、うん、でまあ、もう一人お前若干ヘディング強いから、うんうん、でまあ、その後ろ俺が走るみたいな、うん、でそこからできたチャンス、あれが、あの試合の、まあ、汚い形であれ、あ、まあ、そうね、完成形というか。おいおい、寿司ネタの話すな。おい、絶対無駄。寿司ネタ、サーモン美味しかったです。いや、美味しかったんだよ、サーモンは。江戸さんに寿司釣ると思ってさ、はい、え、あ、そうだ、そう、そう、いい、そう話はいいわ。あ、これ今いい、うん、1-2 でしたと。で、福井、まあ、割と多分やれると思うんだよね。あんまなんかこんな上から言っちゃあれだけど、その前車とかでも。で、宮島たちも初戦ボンズだっけ、ボンズ市原です、関東チャンピオンね、関東一部ので、まあ相手はもうチケット決まってて、どんな感じで来るか分かんないけど。確かに。どう、意気込みは、個人としてもチームとしても。いや、もう個人、まあ、チームは3回勝てばあれじゃん、うん、3回勝ったチケット、うん、3回勝ったらそうだね、準決までだから。だから、まあ、まあ優勝はしたいけど、もう結構怪我、もう怪我人も多かったりっていうのもあるんで、うん、とにかくもう3勝まず目指す、うん、で初戦勝てば、多分初戦が前者の何十チームの中で、うん、まあ、1位とは言わないけど、まあ、かなり上位の、関東一部の1位だから、まあ上位だと思うんで、そこを初戦で突破して、まあ止血まず決めたい、うん、多分ギャン乗りすると思うよ。若い、まだ結構みんな若いじゃん。みんな若いです、結構。報告です、これはね。あの若い、こうなんか勢いとか、ただ本当に乗ると思う。そういうのはあるんです、うん、そこで勝つ、まあ、そこで点取ったら、まあ全然福井ユナイテッドのミスなんてもう、うん、多分全チャレンジ、確かに終わりだから、そこでもうチケット決めちゃえばね。前者、みんな前者って言ってるから、やっぱ、まあ、来週の福井ユナイテッドの記念試合頑張って、あ、そっか、まあ、練習試合とかちょくちょく遊んですけど、10月の半ばに前者初戦、うん、そして 2-3 回戦とマジで頑張ります。それ2シーズン何点取りたい、まあ、3試合あったら、うん、でもジャパンサッカーカレッジのサッカーだとだいぶ硬い試合になるんで、まあ、まあ目指す3点で、じゃ あ、ね、1試合1点で、うん、ま、勝利に 1-0 勝った硬いね。あ、使えない使えない、もうその前も使えなくなるそうだね